はい、それでは早速ですが、この今日のタイトルである生命はデジタルでできているというところの内容についてご説明をしていきたいと思います。でちょっと皆さんの知識的なバックグラウンドよく分かりませんので、ひょっとしたらすごく聞いたことから話したという方とか、全然わからないっていう方と両方いるかもしれませんけど、本日のこの生命はデジタルできているっていう基盤は、まず遺伝子というものが説明できないと何も始まりませんので、ひょっとしたら、この中にいらっしゃる皆さんは遺伝子っていうこと何かよくご存知なのかもしれませんが、まずそこの説明から始めたいと思います。まず言葉的には遺伝子っていうのは遺伝という言葉が入っているんで、まあ、そこから非常に想像されるんですけど、まあ、ご両親から遺伝情報、みんなここにいらっしゃる皆様は全員人類なわけですけど、まあ、見た目みんな違うわけですね。で日本人は髪の色がみんな黒いですし、もちろんその年を取ってくると私も白髪が増えてきましたが、白い髪になったりしますが、まあ、欧米人とかに比べるとみんな同じような髪の色っていうわけですけども、やっぱり顔形能力声、身長など全部違うわけですけど、そういうものを両親から受け継いでいます。でこれは全部もちろんその育てる過程で、ご両親からいろいろ知的な、訓導を受けるという部分ももちろんあるわけですけども、まあその部分を除いた場合、両親から受け継ぐものってのも遺伝子しかないんですね。その背が高い低い、頭がいい悪い、美人である、美男子である、そういうもの全部遺伝子で受け継ぐわけです。ですけれども、この遺伝子という言葉からはあんまり想像できないんですけど、この遺伝子っていうものは実は我々の体の中で常に働いていて、だからこう遺伝っていう言葉はあんまり良くないんですけど、実は毎日毎日この体の中でこの遺伝子っていうものが我々の体の中で働いています。でつまり遺伝子っていうのはこの我々が人間として生きている時の設計図であると同時に、まあ、制御マニュアルでありかつ動作プログラムでもあるということで、まさに、我々人間が人間であることの基本のようなものですね。でそれがこのデジタルデータであるっていうのは今日の話なんですけども、よくこの先ほどボランティアでもちょっと出てきました東日本大震災の時に非常にこの大きな被害があったのは2つありまして、1つは津波で多くの方が亡くなられたっていうのが1つの問題だったんですけども、もう1つの問題として福島の原子力発電所が、壊れてしまってですね、放射能が漏れてしまって多くの方がその避難をしなくてはいけないということになってしまったっていうのがもう1つの大きな被害だったわけですけども、なんで人間がそういう原子炉から漏れた放射線で死んでしまうかっていうと、実は遺伝子が壊れてしまうんですね。で今申し上げたように遺伝子っていうのは生命の設計図であり制御マニュアルであり動作プログラムなわけですから、そういうところが壊れてしまうと人間は死んでしまうわけです。ですからまさになんで、放射能が漏れたら人間は避難しなくちゃいけないかっていうことが、この、我々の、生命というのがこういう遺伝子というデジタルデータからできているってことと深く関係しているんですね。でちょっと放射能障害の画像とかいうのはあるんですけども、広島の、記念館とかに、行かれた方が見たことが あるかと思うんですけども、直接放射能ありなくても、この原爆の後の雨とかを浴びてしまって放射能障害になった方々 その皮膚とか組織が非常に崩壊してしまって火傷になってしまっているちょっと悲惨ですので、心が気の弱い方もいらっしゃるとお見せしませんけども、そういう状態に